と速くしながらボールを持っていない相手選手の動きにもしっかりと注意を払っていくことでしょうね。ビパーレン長崎対ジュビロ磐田、ではこの後の試合をお楽しみください。この時間はビパーレン長崎対ジュビロ磐田、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半シュート、決まった、先制、ジュビロ。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。この時間に先制に成功です。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいですよね。上原、裏へ届くか。お、いい形じゃないですか。どうだ、クロス、頭、決まった、追加点、ジュビロ。立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。頭で見事に流し込んできました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。サイドチェンジ、このパスがつながります。長崎がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですよね。スペースを使う、シュート、来た、追加点、ジュビロ。立て続けのゴール、決めてきました。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。マイボールにしてから早かったですよね。動き出しのタイミングもバッチリで、選手同士が連動したいいカウンターでしたね。さあ磐田、3点差までその差を広げています。裏へのスルーパス、もうこれいいでしょ、抜けてくる、上原、ここで前半の45分が終了しました。